あ始まりました。今回はクルーさあやっていきますよ。お、科学者いつでもバイタルにアクセス可能。なるほど、バイタルを見れるのね。やっていきましょう。大丈夫ですか皆さん。大丈夫です。大丈夫ですね。まあでもね、あえてここでちゃんとボタンを使うということだけは皆さんの、あの心のどこかに私という白おとじゃを覚えていただければなとスキップに入れます。清き一票をおとじゃさんに入れますね。いやいや、この一票いらない、この一票はいらない俺に入れる一票はいらないですからね。違うからね。ネズミさん、ゴースト的には今のはいかがでしょうか。おとじゃの、いやー、まだゴーストが支えてこないですね。あ、まだね。意外とちゃんとゴーストを推理してるんだよな。おとじゃっていうことは白とは思われてないってことだよね。一票入ってるもん。ありがとうございます。清き一票、どうもどうも。忘れないぞ。さあ、清き一票入れられましたが、まだわかりません。この科学者バイタル見れるってことはどういうこと？いつでもみんなが生きているかどうか確認できるってことですかね。このバイタル見るのにクールダウンとかないのかな。まあ後でちょっとやってみるか。タスク終わらしちゃおうね。お、アニジャかな、アニジャがいた。あとアニジャとシャチホコさんね。はい、オッケー。で、あ、ネズミさん、ネズミさんね。お、これバイタルね、これが。あ、本当だ、みんな見れると。はいはいはい。お、タスク少ないね、今回ね。はい。7、8、9、10と。はい、OK。あ、目の前で。おー。はいはい。ああ。私は殺害現場をたった今見ました。はい、お、誰？NNN です。それは僕じゃない。私が最後に見たのは NNN でした。あー、なるほど。でも僕じゃない、僕に化けた誰かだと思う。はあ、なるほど。これシェイプシフターあるからややこしいんだよね、本当に。このちょっと聞きたい、この中に誰かエンジニアいませんか。あ、います。います。はい、エンジニアか、違う、エンジニア僕です。松丸君、松丸、あの多分弁当に入った僕をカフェテリアで誰か見てくれてるはずです。見てない。じゃあさ、これでいいんじゃない。あのネズミさん、最後はどちらにいらっしゃいましたか。僕はあそこにいました。なんだっけ、なんだっけ、あそこのみんなが変身するとこに使うところ。変身する、通信室。シールド、シールド。ああ、シールド、シールド、カメやってました。カメ、ああ、あの押すやつですね。そうそう。え、清塚さん、死体、はい、そのキルしたのどこで見た。言っていいんですね。言っちゃいましょう、一回。はい、原子炉です。原子炉か。原子炉のど真ん中です。ど真ん中で、私は上の数字のタスクをやり終えて、原子炉出ようと思ったら、2人、アニジャがちょうどギャッてやられてました。俺確かにそれは怪しすぎるな。 NNN さん、ちょっと前にそのナビで、あ、 O2 のタスクを終わらせて、そこから下に降りていくときにダクトから出てくるネズミさんがいたんですよ。あ、絶対そうだよ。だから僕に化けた誰かが殺したんですよ。いや、ナビゲーションですよね。ナビゲーションの方、あの O2 でナビゲーションに入らず、そのまま下行ったらダクトからネズミさんが出てきてシールズの方に行ってる。え、だからネズミさんがエンジニアだったら俺は良かったんですけど、そうじゃないから、これ2人ともネズミさんに化けてたんじゃないですか。かな、その可能性ありますな、そうなると。これすいません、ルール的な質問なんですけど、その化けるやつって時間制限とかあるんですか。あります。何秒ぐらいいけるんですか。10秒ぐらい。結構ね、ネズミさん、下部エンジンの廊下あたりから一緒にいて、タスクやるまんまずっと一緒にいたんで、10秒は優に越してます。あら、化けてる間が10秒なん。何秒ぐらい。清塚さんって電気室いましたよね、はい、電気室、あ、いたいた。それ終わってから下部エンジン通って原子炉。アニジャさんと一緒にタスクやったら、清塚さんがちょっとひょこっと顔出して、
うん、あの、あげるやつ。なんだ、あ、難しい。いや、でもなんか入れてるな。え、誰だ。いや、危ないよ、これ。誰か、これ、2票っていうのが。いやー、そうか。あんなに間近で見ても立証できないか。そうだよね。あの、変身できる人がいるかもしれない以上、見たってダメなんだ。で、しかもさ、でもあれだけ長い、あ、ネズミさん、私のことやろうとしてない？口封じじゃない？これ。でも、あれだけ、一緒に長いこといたでしょ？あんな長時間さすがに変身できないでしょ？そしたらもう最強だもんね。これは直しに行っちゃうか。だから、どうやって立証したらいいんだ？しかも最後に2票入ったことで、誰かが、本当に変身してる人がネズミさんを陥れようとしてるみたいな構図にちょっとなったよね。バイタルをこまめにチェックして、おとじゃがいたでしょ。で、ここでりょうごちゃんが見ててくれている。おとじゃはなんか一生懸命やってる感じするね。いや、とにかくネズミさんなんだって。ネズミさんの犯行どうやって立証するべき？これ。難しいね。あ、やられてる。ちかひろさんやられてる。ますよね。おお。おお。ああ。なっちゃったか。いや、これはね、多分社長子さんだと思うな。社長子さん最後どこいました？いやいや、カフェテリアに上がっていくと上がっていきましたよ。ああ、ってことはあれはシェイプシフターじゃないので社長子さんが犯人ですね。いや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 、待ってくださいよ。どういうこと？どういうことですか？実はですね、僕カメラでずっと見てて、社長子さんと近広さんがアドミンに入っていき、社長子さんだけ出てきたの見たんですよ。アドミンに入っていき、社長子さんだけ出てきた。はい。で、近広さんが出てこないので、おかしいなと思って、セキュリティから、見てたのか。そうです。アドミンに向かったら、カフェテリアで社長子さんとすれ違って、アドミンに近広さんの死体があったので、社長子さんかなという。いや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 。本当に違いますよ。あの、もし、シェイプシフターで、じゃなくて、自分でそのまま自分の姿で殺したんだとしたら、はい、もうちょっとマシな嘘つくと思います。まだ嘘ついてない。もうちょっとマシな嘘。まだ嘘ついてないんだ。待ってくださいよ。だから、ややこしいことになってますけど、あの、そんな上に上がってくってさ、だって言わないでしょ。まあ確かにそうですね。いやほら、じゃあ気づかなかったよそれ。松丸くんは後出ししたからこそ、その、ま、何もバレてないと思ってボロを出してしまったんじゃないかっていうのが今、うん、いや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 、これだってはめようとしてません？なんかさっきのあのネズミさんの剣としかり。あ、ちょっと、まあ、だって俺下手くそな人って、まあ下手くそってネズミさんの人じゃないですけどなんかない、みんな思ってるから言わないだけなんだからね。大丈夫大丈夫。なんか今でもあれだな、ネズミさんシャチホコチームっていうのは見えた気したな一瞬。なんか、いやこれ危ないぞ、これ狙ってるぞ。なんか今回ドア閉まらないんですよね。あ、確かに。ドア閉まらない。なるほどね。そうだね、ドア閉まらないね。ドア閉まらないっていうのは、あの、閉じ込めるやつが。閉じ込める。ああ、さっきおとじゃんさんがやってたやつか。あれ？ねえねえねえ、でもさ、一個前の、あの、清塚が見た殺人の時のさ、原子炉のやつのネズミさんの疑惑は、あれ、もし長い間変身してられないんだったら、絶対そのままだよ。結構長い間一緒だったからね。うん、だってもう10秒ってことは、それは言えないんだ、まだ。でももう一個、あの、自分の弁明するとしたら、アニジャさん死んだじゃないですか。アニジャさん殺せるチャンスずーっとあったんですよ。一緒にだからタスクやってたんだって、電気室で。それ清塚さんも見てるはずですよ。だずっと二人でいたんですよ。いや、私が見てるからやれなかったんじゃないですか。いやいやいや、後から来たじゃないですか。だって清塚さん、うん、後から行った。社長子さんに入れました。決め、もう、もう決めていかなきゃいけなくなるのか。あー、そんなその通りなぁ。これはまあこれは間違いないでしょう。りょうごちゃんがね、ずっと見てくれていたし、一緒に部屋入って一人だけ出てきたわけですからね。
それは近平さんやったのはシャチホコさんでしょう。さあこれをやっちゃってタスク終わりですね私ね。はい、あとはネズミさんだと思うからネズミさんの犯行をどう立証するか、そしてネズミさんにどうやられないで生存するかというところですね。あと仲間も守んなきゃいけない、バイタルで守るぞ。これね、誰かに近づいているというのも、あ、ここみんな集まってるな結構。うん、近づいているというのも大事ですが、ボタンの周りにいてこのバイタルを見つつ、あ、バイタルほらやっぱりクールダウンあるね、使えなくなるんだ何回か見てると。だからバイタルを見ながら少しでも誰かがお亡くなりになったらすぐボタンを押すというね。あー、バイタルね、あ、そうか、 2,3 回見たらあれか、クールダウンが必要になるのか。うん、まだでもちょっと待って待って、もうめちゃくちゃだよ、目の前で目の前で目の前で NNN さんが首を切ってるのを見ました。いや、見ました見ました見ました。あの停電中だったのに、あの卵が割れて中からネズミさんが出てくるのも見えたので、ネズミさんフルコースじゃないですか。もうツーアウトですよこれは。ツーアウトどころかもうスリーアウトです。そうですね、ファイブアウトぐらい。うん、もうね、あー、おかしい。おかしい。あー、ほらー、勢いに化けて誰か殺しに行こうと思って電気していったらさ、あんなにいると思わなくてさ、まさかもうそれでもう変身解除しちゃったからさ、見られちゃったからもうあとは殺すしかないと思って作家に紛れて殺させていただきました。ごめんね、音じゃくん。記念にね、最後音じゃをやってめっちゃ面白い今のは。いきなりね、最初でしくじったからね。あ、もう嘘つくのが辛くて辛くて。僕じゃないとか言って。ああ、おかしい。ああ、もう違う。いや、参りました。はい、じゃあネズミさんが投票して終わりです。はい、自分ご自身潔いですね。いや、もうここはね、めっちゃ叫んでたわ電気室で。おかしいのは俺の言葉ですよこれは。松丸くんとペアなのかとか一瞬思いましたからね。めちゃくちゃ何が起こったか一瞬分からなかった。あ、すごい早技でしたわ。目の前でシュパって切られてた。卵が煙出てたもんな、卵から。今回扉が全然閉まらないってめっちゃ起きました。やばくあー苦しい。あー面白かった。ネズミさんに殺されたときこんなところでって思って、まさかその後にいや俺じゃない、シェイプシフターがやったんだっていう話に持ってったから、あ、すごい計算されてるって思って。なるほど。もうどんどん死んでいく、こうね、一緒に来る人たちに、いや、すごい計算されてるんだよって言った後に、最後最初からしくじったからなって言われちゃって。しくじり、もうね、アニジャはしくじった。しくじり嘘の上塗り。え、あのシールズのとこダクト出てきたのはネズミさんで間違いなかったわけですよね、ポンって。いや、僕ダクト入ってないんだよ。ああ、じゃあ社長が、ま、化けた。いや、化けてないです。僕誰に化けれたのに誰にも化けなかったです。そうだよね。じゃあ誰が出てきたの。両子ちゃんが入ったのかな。あ、ダクトに入ってたのは僕ですね。ただ両子ちゃんが、あ、多分シールズなら僕かも。あ、僕はネズミさんのダクト入ってないから。あ、え、じゃあ見間違えたのか、うん、本当に。でも唯一ダクトに入ってたのは僕です。そう、辻褄が合っちゃって、これどうしようと思った。確かに。なるほど。この見間違い結構大きかったよね、だってね。大きかったね、うん、助けちゃったネズミさんは、あれ状態で。でもシャチホコさん何も喋って何も弁解してないのに、嘘は言ってない、嘘は言ってないってずっと言ってた。そもそもあんまり嘘とも何も喋ってなかった。おとちゃんさんにボロが出ちゃったって言われてからもう何も言い返せなかった。やばい、まといてしまったのか。もうちょっとマシな嘘つきますよ。いや、松丸君の役がうますぎるんだもん、だった。
そう、シェイプフィッシフターじゃない可能性を先に確認したいなと思って聞いたら、そうですね、カフェテリアであったってなりますよねっていう。いやーすごい、みんなレベルが高いな。はい、高い。オッケー、では行ってみよう。はーい、はーい、お願いします。お願いします。お願いします。Here we go。てでん。ああ、クルーだ。見る。まだ出ない。さあ、今回は何でしょう。クルーでーす。よし、やっていくぞ。お、また科学者。バイタル見れるんだよね。みんなが生きてるかどうか、確認できます。お、ちょっとこのコンサート帰りの、このウイスキー飲みながらのプレイにはこのシューティング辛いぞ。よし。これ好きだらけだね、やってる間。しかしね。お、ちかひろさん、音じゃが通った今。ちかひろさんね、はいはい。あー、これ酸素。あ、やられた。どういうことだ、これは。何が、いや、どうなってるんですか、これは。まあ酸素のやつが鳴ってたじゃないですか。はい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 。で、下が治らない、これはカフェテリア通って下に向かっていたわけですけど、はい、あ、今自分もその流れでした。僕もそうですね、僕もそうですね、清塚は酸素今あれウェポンでちょっとタスク終わらせちゃったから遅れちゃったんだけど、ね、今向かおうとしたとこではあった。これ社長子さんが見つけました。どこですか、どちらで、これどこなんだろう、横のなんかほらあれが見えるとこ、全体マップが見れる場所ってどこでしたっけ。あ、アドミンの端です。あ、じゃあ直そうとしてたんだ、ネズミさんでってこと。そうね、やろうとしてくれてか、社長子さんには申し訳ないけどやって自分で言ったかっていう。いや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 違います。でもネズミさんネズミさんは、うん、あれ逃げた、あれ逃げた、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 逃げたな、リアルダクト、リアルダクト、マイクが多分切れちゃったから、あれ、あ、社長さん、あれ今でもウェポンから一緒に南下してたの一人いたんだけど誰だったかな。僕そっちへ向かって、あの下回りで、うん、杉山さんじゃないか、あ、そうか、で今一緒でしたね最後多分。上を直してくれたのが杉山さんだったんですよ。僕やってました。で終わってまだもう一個あるんだと思って、ま、あの下から回ってました。そう、みんな多分直らないから焦って向かってた途中だったけど、これやばいな、社長さんどっか行っちゃったな。あら、それ大丈夫かな、逃げたな。これ社長さん、すみません、すみません、逃げてないです。大丈夫ですか、大丈夫ですか。新しい時間稼ぎですか。違います。なんですか。すごいな。いやいやいや、もうあの確率的なところも考えてくださいよ、ちゃんと。でも、え、そのどこからアドミンに行ったんですか。え、いや、あの酸素枯渇になりますって出て、はい、で戻ったんですよ、矢印の方向に。そしたら死んでたんです。はい、あのだからあの最初向かいました。え、あのどこに行っててカフェテリア方面から行ったのか。いや、カフェテリアから下に移動したんですよ、ずっと。あ、で戻ったんです。あの要はネズミさんがアドミンの方に二手に分かれたんですよ。ネズミさんと一緒にいたんで僕疑われるなって思ったんですが、あの下に行って、うん、ネズミさんはもう先に向こうにいたわけですよ、要はアドミンに。で戻ったんです、はい、矢印の方向に。そしたら誰もいなくて死んでたんです。これ本当です。あ、まあ弁当の可能性もあるか。じゃあいやー、でも上沼さんの前で滑った時もこういう感じの声だったけど、ね、やめろ。はい、これ何だよ、2票、これ何だよ、これ何だよな、2票いるな、これな、2票。ごめんね、シャチホコさん、滑ってないよね、うん、受けてたよ。でもシャチホコさんって一生懸命お話になるからちょっといつも焦って聞こえるよね。焦ってるように話してるように聞こえる。このゲームにおいてはちょっと不利かもわかんないね、それは。あ、メルトダウンしちゃう、また嫌な思い出がよぎる。あのすぐ終わっちゃった試合、アニジャガが言ってくれた今。あれ
あれ終わんないぞ。あれあ、びっくりした。あれ、お兄ちゃん何上行ったのに下来た。どういうこと今の。あれ、でも上いっぱいいたな。あ、どういうことだ。まあ、とりあえずタスクを終わらせちゃいましょう。90。はい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 。うん、そうなんです。ちょっと聞きたいですよ、ちかひろさん。はい。上なんで押さないですか。いや、確かに押してたんですけど、ちかひろさんね、おかしいと思ったのよ私も。だから押したの。だけどそれで言うんだったら兄じゃ一緒に入って最初上行ったけどね。いや、そうだ、上にもうチケロがいたから俺、そういうことか。そのだから、そうなんですよ。あ、それならわかる。真ん中で待ってて2人でこうどっちか行った方が早いじゃないですか。うんうんうん。でその時に俺もうすでにいると思ってなくて。うん、なるほど。それで降りてきたのね。あ、そうですそうです、うん。あ、やっぱりあれですか、クリックミスって押せなかったって感じですかね。な、長押ししてくださいみたいなのが出て、ええ、で押して、あ、なんかうまくいかねえと思って。一応あの近広さんにはアンジャと結託してね、押さなかったっていう前科があるから。これそうっすね、前科が積み重なるやった、うん、あ、ありましたな。非常最速のやつがありましたからね、うん、あ、で締めちゃったかなこれは。最初千代さん押さないのかなって思って、俺すごいこう待ったりとか押したりとかいろいろやってたんだけど。いやいや、私はもう、いち早くもう一人待ってますって出たよ。あの2分の1にはなってたから、どっちかを押してんだろうなと思って、俺一回賭けで下を押しに行ったわけですよ。下の人たちが押してないのかな、はい、いやいやいや、俺はめっちゃ押してた。そう、終わらないからはっと思って上に行ったら、ちかひろさんだともう一人誰か、八代子さんかな。いやいや、さんか、あの音じゃさんとずっといましたから。あれ、八代子さん押してないってことですよね。何すか、後から来たもんね。後から来ました。手形のやつを。ええ、あ、そうです、ね。手形のやりました。あの赤いビーってやつをタッチすると。で、僕もそれ押してたんですけど。押してたけど。あ、押せた。あれ、やり方でしょ。やり方か。そうね。さっきのあのネズミさんと僕のポンコツ具合を見て、これはめようとしてるよ。待って、あのでも社長子さん、さっきのゲームがスタートしてカフェテリアから降りてストレージで俺、はい、そのコードをつなげるのやってたんですけど、社長子さんも同じのやってましたよね。同じのやろうとして、あのやるクリックできなかったんでやめました。ああ、よかった。いや、まあめちゃめちゃクリアすんの早いなと思って、これ振りかなと思ったんですけど、今聞いて安心しました。い違います、はい、はい、社長子さんちょっと白いっすわ俺は。逆にあの音じゃは原子炉鳴ってる最中もまだやったのはもう終わらせちゃおうっていう判断だったけどね。で終わってから後ろに駆けつけてたもんね。そうね。松丸君静かですよ。大丈夫ですか。大丈夫。いや、僕本当にリアクター側に行ってないんですよ今回。ナビゲーション側のタスク優先してて、杉山さんが一緒に行ったかな。いました、いました。はい。だから今は広さん怪しいな、変わるべきではないなと。めっちゃやばいって全開できないかな。なんか毎回2票入るんだよな、やばいな。ひかひろさん怪しいね。同じ手でやろうとしたっぽくない。また原子炉のね、分かんない方は前回の動画ぜひ見てください。冒頭でね瞬殺された回があるからね、さっきの原子炉直せなくてね。いやー、どうだろうな。ってことはシャチホコさんやオトジャーがあれだけチカヒロさんに迫ってたっていうことはよ、2人は白なところがあるかな。うん、まあチカヒロさんがインポスターならだけどね。どうだろうな、難しいな。もうちょっとこまめにバイタル見た方がいいかな。とりあえずこの酸素も一発終了でしょ。数字を入力して直します。私が直したよ。どうしよう。シャチホコさん持ってかれたか。いや、シャチホコさんだのこれ。おっとじゃ、いや見たよ。いや、色が分かんない。どこ通報が出たけど、どこに死体があるか分からなくて、上行ったらあったのを確認してから押した。アンジャー来るのも分かってたし。どこですか。いや、ちょっと死体見えなかったから、ほぼ。あ、見えなかった。上の方にあったんだけど、アンジャーのね。
で、俺が言いたいのは、シャチホコさんは、さっきそのまた一個この通報する前のゲームの時に一緒に結構行動していて、カフェテリア左でメッドベイの通路あたりでうろうろしずっと俺の後ろついてくるから、ちょっと怖くて、O2 が鳴ったと同時にカフェテリアストレージ下通ってぐるっと回って O2 上の方アニジャが直してるところまで見て、で、アドミンの方がまだ終わってないからぐるーって行こうとしたらカフェテリアに入った時点で通報が光ったんで、誰の死体か確認して社長子さんだったって感じです、うん。まあ、俺はもう完全に音ジャが通報したシーンしか見てないから、まあね、で、アニジャ俺の後ろついてきたからアニジャにはできないっていうのはあるかな、うん、俺は清塚は電気室で杉山さんと一緒だったかな、一緒に、はい、僕左がやって、はい、清塚さんが右やって、そう、はい、タスクがかぶってで出てって管理室を直したのは私です、今一人でした。管理室直したのは清塚さん、はい、だから正直、うん、タイミング的にはいやいつの段階であれ、この中に科学者いないんですか。科学者ってバイタル、科学者じゃないです、ね、そうです、そうです、バイタル私です、それ今ね直してたから見れなかったんだよね。いや、清さん、そうか。エンジニアはいないか。いないのか。やられた中にいる。もっとちょくちょく見なきゃダメだね、あれね。うん、まあ、でもね。一回ピッて見ちゃうとしばらく見れなくなるんで、あれ。あ、そうなんだ。そうなんですよ。問題はな、意外と O2 が治るまで時間があったから、O2 を鳴らす間にキルしてっていう。だからいつやられたかがちょっとわかんないから。杉山さん、電気室って私ら2人だけでしたっけ。最初2人で、その後松丸さんが入ってらっしゃ、ね、実はその、はい、清塚さんが直してたとこも僕助かったんですけど、変に重なると疑われるかなと思って清塚さんが終わるのを待ってたんです。なるほど。でやろうかなと思ったら松丸さんが入ってきたんで、どうしようかな、また重なると気持ち悪がられるかなと思って外出ました。なるほど、はい、松丸さんは、涼ちゃんは、うん、あのこのビービーって鳴る前の行動は、あ、もう時間ないか。あ、やばいな。結構ビービーに今回参加してなくて、距離遠かったんで電気室のタスクやってて、近広さん行くしかないと思うんだけどな。やべえ、俺スキップ入れちゃった。さっきのリアクター事件ぐらいしたら滑れるところが一人持ってきた。そうよね、ダブルキルで終わりだから、うーん、どうするかな。バイタル見つつボタンを押した方がいいかね。もう一回話した方がいいよね。ちかひろさんはっきりさせたいし、あ、りょうこちゃんも同じこと考えてるな。これは閉めるよ。めっちゃ閉まるやん。閉まりますね。今閉まってたの。これってあれですよね、はい、先ほど音ジャさんが言われてたような、多分インポスター側がキルクール稼ぐために的な。そうです、そうです、そうです、やってますね。すごい速さでしたね。急に本領発揮してるから、まああの閉まるスピードで言ったら音ジャ、アニジャ、松丸っていう、このそれです。完全にそれです。閉まるスピードだけならな、初めスピードでバレるんです。で、松丸くんが静かだなっていうのと、アニヤもなんだかんだ、その上の音もめっちゃ喋ってんだよな。喋るよ、それは。でも今までの流れ的に俺の黒さはないわけじゃん、むしろ白さ的な。いや、まあまあ、黒くはない。でも、まあ、俺さっきほら、現場見てるわけじゃないから、こう、どうなのかなっていうところあるけど。俺ちょっと怖いのは、アニヤ上一人で直してたけど、だからサクッと一緒に来た、社長子さんをやってそのまま上を悠々とな、俺が来たから直してたみたいな流れを作ってるんじゃないかっていうのはあるけど、ちょっと難しい。やってから酸素はちょっと微妙だ。人集まってくるとこやぞ。そうなんだよね。だから確かに、ただ松丸君静かだろうと所在が分かんねえのが俺は気になる。僕結構今回タスク優先で動いちゃってるんですよ。だから緊急もちょっと距離が遠いので、ナビゲーションやってる時にリアクターとかそういうことが多いから、あんまりこう緊急の話に参加することないなって思って聞いてたんですけど、まあ、唯一今までの議論の中で黒っぽい人が見えてることで言うと、リアクターの上が直らなかった事件ぐらいしかないなと思ってて、まあね、なると
よね。ちょっと、近広さんか、アニジャさんのその、なんかね、なんか引っかかるな。俺でも、俺、そのリアクター上事件には関与してないぞ、俺は。今、なんか、さりげなく俺名前入れられてたけど。あ、いやいや、一応、あの、あれですよね。その、アニジャさんと近広さんが上にいて、で、アニジャさんは下にこう降りてきて確認しに来てるから、アニジャさんないかなと思ってるんですけど。そうですよね。僕も、もう、連打してた画面を見せるくらいしか。いやだからね、マジでね、そう、近広さんはミスってただけっていうパターンもあり得るのかな。怪しいな、怪しいな。本当に僕じゃない、本当に僕ではないです。静かなのは正しいんですけど、僕ではないです。じゃあ杉山さんにしとく。なんで、なんか急に言ったじゃん。わかんないから。いやでもそうだね、詰めるとこ近広さんしかねえんだよな。でも、いや、連打したとしても数字は変化するはずなんですよね。そう、1、2にはならなかったから。あー、連打したけど、そっか、一周1になってるはずなのか。その手形のところにすら入れとくか、マウスポイント置いてなかったってことになっちゃう。入れとこう。これはすいません。うわ、めちゃめちゃ入っちゃった。誰だこれ、スキップ入れてるな、誰か味方が。本人じゃ。まあこの時点ではしょうがないよね。ダブルキル怖いもん。一人釣っておかなきゃいけないとしたら、近広さんが妥当だと思います。そりゃしょうがない。そしてバイタルを確認しますよ。でやっぱり涼子ちゃんが怪しいと思うんだよな。喋んないとき大体、あ、もうこっちにいるの早くない？で、喋んないし、あとね、あんまり見かけないんだよね。だから、直しに行ったりするときに、見かけないとか、遅いとかが多いから、涼子ちゃんらしくないのはらしくないんだけど、果たして、あ、またバイタル見るの忘れてる。こまめに見る。こまめに見る。こまめに見る。言い聞かせよう。あ、酸素枯渇しちゃう。誰が直して、あ、元ちゃんが直してくれる。オッケー。そして、え、あれ、俺、はい、皆さん聞こえますか？皆さん聞こえますか？よろしいですか？はいはい。まず、私からの一言は、何してんねんっていう感じなんですけど、目の前で清塚さんが清塚さんにやられましたわ。清塚さんが清塚さんに。で、で、松丸くんもね、杉山さんも、私が直してるとこ見てたと思うんですけど、下の場所を。僕今、音じゃさんと一緒にいたと思うんですけど。見ましたね。見ましたね。はい。松丸くんも見ましたね。誰がいませんでした、そうなるとね。俺だね。殺された清塚さんともう一人いたとしたら、あれじゃあ、ね、社長子さんは俺の推理通りやったってこと？どういうこと？いやでも俺その O2 の時は本当になんかそのシールズから普通に上がってって O2 やってるんだけど、なあ、別に見てないよ社長さん。じゃあそれは見てないな。それはそうだから、俺は音ちゃんがやったんじゃないのってずっと思って言ってるんだけど、うん、今回は、うん、もう松丸君も杉山さん見てるけど、だ、俺たちはアニジャも見てないのよ。アニジャさん O2 直してなかったですよね。俺 O2 のとこ行ってないよ。アラミンの方は、ん？アラミンの方のオーツも行ってない。最終地点どこっていう。最終地点は俺エレクトリカル。なんで？なんでって普通にタスクやらないと。あ、もう任せてお願いしたって感じ？そうそうそう。俺だってリアクター付近で誰かとすれ違っているよ。リアクター付近？うん、廊下のとこで。ああ、それ俺だね。俺が清塚さんが直してるの見てて、で酸素のやつがなくなったから移動したって感じ、アドミンの方へ。あれは清塚さん、本物の清塚さんじゃなくて、アニジャが化けてた清塚さんってこと？え、ちょっと何言ってるか分かんない。そう、清塚さんはどっからじゃ化けてた？どっちだ、これ、アニジャさんか音じゃさんのどっちからな。まあでもほら、下のオツを直す理由がないわけじゃん、私は。状況下でもしインポスターだったら。でも、一人だったらそれ分かるけど、うん、その、なんつうの、何人だったのかも俺分かんないし、その、あ、もうこっち3人いたのよ。杉山さんも松丸君も来てくれて、で、清塚さんが、
見えて、清塚さんがダブルで見えていなかったのはアニジャだけっていうだけ。え、死体はどこにあったんでしたっけ？死体もうあれですよ、俺がだから出口出ていこうとしたところの通路がアドミン出てすぐに、キヨさんとアニジャがいた。そのキヨさんはみんな見たの？あのキヨさんが出てくのは見た気がする。見た気がします、ほら。2人ゆぐるのは見たの？2人いるのは見てないと思う。俺はまあ以前に言います。俺はでもこう今までの流れだと結構強引に来てちゃうのって思いますよね。ありがとう。まあね、ちょっと2人には見えてなかったってのがね、見えてからでも通報でもよかったのかもしれない。外が寒い。いやー、暖を取ってください。怖かった。わあ、でも結構悩みましたよ最後。あ、気持ちよかったね。最初、最初ミスりましたね、ごめんなさい。あれじゃ叩き取られちゃった、さっきの。あの、そうなんですか、あの流れはそうだったんですけど、おとじゃさんがうまくやっててもわかんないレベルだなって思ってたんです。いや、そうです、そうです。いや、僕もそう思いました。そのおとじゃさんがセリフでアニジャさんとバチバチになってんのかなと思って。いや、わかるけど、俺ほらアニジャの肩を持ってたじゃん。いや、もうアニジャこう来るかもしれない。そうなんだよ、それ違う、それ違う、叫んでたんだよ。でもね、一つだけ言わせてもらうと、あの自分に殺されるの想像以上に怖いよ。怖いでしょ。ハルゲンガーを見た者は死ぬっていう伝説が。マジで想像以上に怖いです。いや、もうやるじゃないって思って、自分もみんなそこにいると思ってなかった。あの諦めて動きを止めるしかないよね、凍りついて。もう自分の中ではアニジャが本当に違った時はもう少し食いかかるけど、軽く半分諦めてんのがね、もう弟わかるんですよね。弟だ。人呼びだ。兄呼びだ。俺がまた熱くなると逆にみんなが引くから、いや、まあみんなほらいたじゃんって。最初に弟ちゃんをやるべきだったんだけど、運悪く清さんの方に吸い込まれて、変身した元に吸い込まれてってしまったから、ちょっとね、これ、あ、予定が違うなって思いながら、これ狙い外したんだっていう。そうなんですよ。キヨさんの上半身が吹っ飛んでキヨさんが立ってるから、これもう、いや、キヨさんついに自分自身やるんかとか思っちゃった。魔人ブーじゃないんだよ。そうだね。魔人ブー、いいキヨさんと悪いキヨさんいたわ。いや、難しい、難しいな。一旦カット。はい、頑張ります。何もしなくても内川博さんがどんどん殺してくれる。何もしなくても内川博さんがどんどん殺してくれる。